게 하는 거라 누군가 노래를 들고 있고 내가 들은 음료를 또 아빠가 음식을 맞다들이 뭐 스포츠 음식을 지어내는 그런 교육을 해야지 이렇게 생기는 거라 스포츠도 더 서운한 거라 누군가 思った よりも 動いていたり っていうのが感覚だけじゃなくて数字で見れるのでそれはすごい練習の中で活かされているので練習をしててやっぱ選手はやっぱやりもっともっとやりたいやりたいっていうのが多いと思うんですけどでもそれをしすぎてやっぱ怪我につながるっていうのが一番したいのでそれがこう試合練習終わって数字を見てあもっとやりも来すっていうなとかここで蹴っちゃってるなっていうのを 私が今までチームメイトとは違うなかったデータなんですけど私の中では後ろへの動きっていうのが多くてこれ長いのを使ってしまったりすることが多かったのでそれのデータを聞いてから私がまず一番最初に変えたことはディフェンスの位置を少し後ろめにして変えたことです。 中でもディフェンスに集中したので前だけを集中すればいいという考え方があって後ろの選択肢をかなり取ったのでそのディフェンスの前と左右だけに集中することもできたのでそうですしそこからのバックアタックでのつなぎっていうのがすごく良かったのかなボールを触り返すの練習メニューのボリュームを数値化できるので試合に向けて練習量をコントロールして試合で選手がいいパフォーマンスを迎えるようなそういったコンディションをこの肩パンプでで整えるようにできたらなというふうに思っています。各ポジションで運動量が異なるので試合に向けてその コンディションを整えるために運動量を調節して練習メニューを取るっていうのが一番感じるのは動きをいろんな動きがそうなんですけど客観的に数値として表せることが一番大きいです。それは僕自身も感じることですし例えば選手と話をしてて今日はこんな動きができたとか今日は動きすぎた今日動いてないとかっていうのを本人同士で話したり選手がそれを自分で見に行って感じ取ったりっていうようなパフォーマンスの結果というよりは動きに対しての、フィードバックというか動きに対する見方が変わったのが一番かなと思います。一番わかりやすいのはもちろんプレーヤーロードなんですけどあとはバレーで言うとやっぱりジャンプが多かったりとか 長く続く動きはないんですけどちょっと爆発的な力が出たりすることが多いのでそういった指標をポジションに分けて読み取ったりしています。あまりこうバレーで使われていることがないので比べることができなくていろんな指標がまだ探り探りな部分もあるんですけど選手と話しながらこういう動きがしたかったけど実際動きはどうだったのかとか一緒にこう、コーチと含めて話しながら見つかって